アイドル水の痩せるアレンジメニューをお伝えしてまいります。この動画ではこの順番でお伝えしていきますね。一つ目です。なぜこのアイドル水のアレンジメニューで痩せることができるのか。二つ目、では何を材料に使えば痩せることができるのか。そして最後三つ目は、その材料を使って具体的にどのように作っていけばよいのか、美味しいレシピをあなたにご紹介してまいります。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的できれいに痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録をしていただきますととても嬉しいです。それでは早速お話伝えてまいりますね。それでは一つ目の項目からです。なぜこのアレンジメニューで痩せることができるのかということでしたけれども、そのお話に入る前に、まずは基本のアイドル水のレシピをあなたにお伝えしたいと思います。まずベースの材料といいますのは、天然水 500ml、 緑茶パックが1袋、レモン果汁が大さじ1、蜂蜜が大さじ1/2なんですね。でここで私が今回この動画でアレンジするところはここです。2番目の緑茶パックをあるものに置き換えて作る方法になります。また後ほど具体的にお伝えしてまいりますね。でそもそもこのベースのアイドル水の材料ももちろん痩せることができるんですよ。それは、まあ、そもそも緑茶が持つ脂肪燃焼効果であったりというのがあるんですけれども、プラスするこの例えばレモンですよね。レモン果汁でしたら、もうとにかくですね、カリウムが豊富なのでデトックス効果がいいんですよね。そうすることであなたの体内にある老廃物であったり、それ毒素がですね、まあ、どんどんデトックス、まあ、要はお体の中からこう排出することができる効果があるのがやっぱりレモンになります。そしてまた中性脂肪の吸収も抑えてくれる。この中性脂肪というのがやはりあなたの血液中にあるまあ脂肪ということになりますから、これが増えてしまうと悪玉コレステロールが増えてしまったり、それがまた行き着くところが体脂肪といわれるその内臓脂肪であったり皮下脂肪であったり、こう一旦溜めてしまうとなかなか落としにくいと脂肪にこう変わってしまうものを事前にやはり抑えてくれる効果がやはりレモンにあるんですよね。でまたよく あるアイドル水のレシピってですね、甘味料が白砂糖を使いましょうっていうレシピもあるんですけれども、私は美腸活専門家の観点からその白砂糖はですね、もう絶対におすすめいたしません。もうこれは腸活の観点から申し上げたいと思います。ですから白砂糖を取ってしまうと、もう腸が動かない、汚れてしまいますよね。そうすると痩せ体質からですね遠のいてしまうわけです。なので私は脂肪燃焼効果もあるこの蜂蜜を選んでるわけなんですね。でここで蜂蜜ってですねすごいですよ。こちらねお持ちしてるんですけれども、脂質ですねゼロです。いいでしょう、油分ゼロ。そしてもうとにかくアミノ酸が豊富なので脂肪燃焼効果もありますし、なんといってもあなたの腸にですね住み着いてくれている野生菌と呼ばれるその善玉菌の餌になってくれるのがこの蜂蜜なんですよ。ですからこの蜂蜜を取ることによってあなたの腸内で痩せ菌がどんどん元気になってくれて増えてくれるわけですから、もうどんどんですね蜂蜜はやはり適量取られると良いと思います。なので今回はこの蜂蜜ももちろんアレンジメニューにも使えますのでご準備してくださいね。はい、それでは今から2つ目の項目に移りたいと思います。では実際にアレンジメニューというのは緑茶の代わりに何を使うのかということなんですけれども、今回私が選びましたのはこちらです。レモングラスになります。あとこちらですね、お見せしたいものがあるんですけれども、こちらはひしわさんのお茶ですね。ひしわ、株式会社ひしわ園さんですね。でこちらひしわと書いてあるんですけれども、有機国産レモングラスのこちらハーブティーになります。こちらですね、私も見つけた時はもうとっても嬉しくって、なぜかと言いますと、もうレモングラス大好きなんですね。あなたもいかがですか。レモングラス、そのあんまり馴染みがなくて飲んだことがなくても、香りですね、
アロマとかそういったこう消臭スプレーとかにレモングラスの香りをですね、一度や二度はこの香りなんか知ってるっていう、ね、香りだと思うんですけど、それぐらいすごく爽やかで、レモンのようなその酸味の爽やかなですね香りがするものになるんですね。でこちらはレモングラスのハーブティーになるんですけども、もともとそのレモングラスって名前がレモンなので、レモンのね葉っぱとかね、いろいろね想像したくなるんですけども、このレモングラスというのは実はレモンとは関係なくてですね、イネ科のハーブ、薬草になります。なのでそのヨーロッパ地方とかはですね、昔からこのハーブを使って病気を治してきたって言われるぐらい、すごくやはりお体にとってですね、もう病気を治してくれるぐらいの効果があるんですよね。もちろんダイエットにも効果的です。でなんといってもそのコレステロール値をですね抑えてくれるんですよね。あなたもいかがですか？最近健康診断に行ったら先生から、悪玉コレステロールが増えてますねとかね言われて、もうどうしようって思ったりされてませんか？そんな方にもおすすめです。コレステロール値、悪玉コレステロールを抑えてくれる効果があります。でまたこのデトックス効果がすっごいんですね。あなたの体内にある老廃物であったり毒素ですね、もう太る元ですよね、そもそも健康も害してしまうものなんですけれども、こういったのもこのレモングラスで体外にその尿と一緒にですね、こう排出できる力があるハーブティーになるんですよね。でまたカリウムがとっても豊富なので、むくみの改善にもなります。よくですねご相談を受けることがあるんです。私何かと言いますと、先生って痩せたんですって、体重がねもう3キロも減ったのに、主人から全然見た目変わってないやんって言われた、悔しいっておっしゃっていらっしゃる方がね結構いいんですよね。でそれは問題はその方がですね、むくみがあるからなんですよ。体重が減ってもむくみがある方っていうのはその見た目の変化がですねやっぱり分かりにくいですよね。悔しいじゃないですか。もう体重も落ちた、見た目もですねすっきりしたってやっぱりね言われたいですよね。その時にやはりカリウムを含んでいるものを召し上がっていただきますととてもいいですよ。やっぱりすっきりと見た目がしますから、いかがですか？カリウムの力でむくみも取っていきたいですよね。そういった点でもこのレモングラスはもうすごく効果的ということになるんですね。でただしこんなにねいい効果があるレモングラスの取り方にちょっと注意点がありますから、アレンジレシピをご紹介する前にあなたにお伝えしていきたいと思います。実はですねやっぱりハーブ系というのは取り方にすごく注意が必要なものになるんですね。例えばその直接飲む以外にもアロマのそういったそのスプレーを使う時とかもやはり順々体調に合わせていかないといけないんですよね。なのでアロマテラピーの方とかいらっしゃるわけですよね。きちんとその方の体調に合うか合わないかでそのやはり効果が変わってくるわけです。で実はこのレモングラスはですね子宮の収縮作用があると言われてるんですね。なので例えばあなたがもし妊娠中であったりとか生理の2日目とかですねと重たい日っていうのはちょっと子宮がギュッと収縮してしまうと、もしもということがありますから、生理中であったりとか妊娠中の方は残念ですけども、その期間だけはですねこのレモングラスは控えていただきたいなと思うんですよね。生理中と妊娠中。そしてもう一つ、イネ科のハーブですよってお伝えしましたよね先ほど。なのでイネにですねアレルギーをお持ちの方ですよね、反応されてしまう方は万が一ってこともありますので、少しですねやはり控えていただいた方がいいと思います。イネ科のものにアレルギーがある方は残念ですけども控えてくださいねってことを最初にお伝えして、次のレシピに移りたいと思います。では早速3つ目の、どのようにそのアイドル水のアレンジレシピをレモングラスを使って作るのかという美味しいレシピをお伝えしてまいりますね。まず材料は天然水 500ml にレモン果汁大さじ1、蜂蜜大さじ1/2は、ね、一緒なんですよ。なのでぜひ水道水とかではなくって、お体に良い天然水 500ml と、そしてレモン果汁はですねもちろんその天然のレモンを絞っていただいたものでも良いですし、ちょっと農薬に気をつけてくださいね。で私がですね普段使っておりますレモン果汁はこちらです。
イオンのトップバリューグリーンアイシリーズのオーガニックのレモン果汁、イタリアシチリア島産の有機レモン 100% のこれストレート果汁なんですね。ですごくね、その酸味もそんなにきつくなくって、で香りがいいんですよね。でもすごく気に入ってます。私はこちらのレモン果汁を使ってこのアイドル水作ってるんですね。であと蜂蜜は良質のものを選んでください。で結構蜂蜜もですね、天然 100% じゃない場合があります。余計な人工甘味料が入っていたり、またお砂糖とか香料とかですね、もうそういったのが入っていないもので、私は今回、自宅から持ってきたのがですね、桜印さんのカナダ産の純粋蜂蜜 100% ということで、こちら使っているのでお持ちしております。まあ、こういったの要は100% の純粋蜂蜜であればどんなものでも構いませんので、そういった良質なものを使ってくださいねということでお持ちしたい、した次第なんですよね。で今回アレンジする場所はこの2つ目の緑茶パックを、先ほどご紹介したこの有機国産レモングラスのハーブティーに置き換えてくださいねということなんですね。で私は今回たまたま見つけた時に、この菱和さんの、しかも有機栽培の、しかも国産のレモングラスのハーブティーをですね、見つけてもう感動だったんですよね。でこちらは、国内産の有機レモングラス 100% にこだわった爽やかな風味のハーブティーですということで、こちらですね、この袋を開けた瞬間感動したんですけども、香りがすっごくいいんですよ。消していきます。これね、ですね、もう鼻からそのレモングラスの香りがもう本当の脳に届くような、もう本当にこれ爽やかなんですよ。もうぜひ一押しです。でもちろんいろんな会社がですね、有機レモングラスのこのハーブティー作ってらっしゃると思うので、もしあなたの近くでこの菱和さんのこのお茶がなかったとしても、まあ、今の時代ですね、ネットでも簡単に購入できますから、もうぜひポイントは有機栽培であること、国産であることですよね、を選んでくださいね。でこちらはですね、美味しい、作り方ということで、ぜひこのアレンジレシピはホットで作ってください。ホットです。やはりですね、どのシーズンでも冷たいものを召し上がってしまうと腸が冷えてしまって、痩せ体質からその遠のいてしまうんですよね。ですからもうできればですね、その場合にもよるとは思うんですけども、私の一押しはどんな飲み物ももうホットです。もうせめて常温の冷たいものは、もうましてや氷入れなんて NG ですよ。とにかくそうする方が効果が出ます。何の効果かと言いますと、デトックス効果であったり痩せる効果です。腸内環境が良くなって痩せ菌を増やすためには、やはりホットドリンクの方をお勧めしたいと思います。なのでこちらもホットティーの入れ方の方でご紹介したいと思います。でこちらはちなみに、ティーポット用で2から3ということで、3人分作れるということになっているんですけれども、だいたい熱湯だと300から 450cc となっていますから、ほぼほぼ近いですね、500に近いので、ちょっと薄くなるかもしれませんけども、500で作っていただいても良いと思いますし、濃いのがお好みの方はそのちょっと倍で、アレンジしていただいてもいいと思うんですけれども、やはり先ほどお伝えしましたように、レモングラスがですね、いかにダイエットに効くとはいえども、取りすぎてしまってはやはりこういった薬草系はですね、良くないですよ。なのできちんと量を守りましょうということですね。お薬と一緒です。どんなに効くお薬もですね、飲み方を間違ったりとか、もう辛いからとか言ってですね、本当は食後なのに食前飲んでしまったりしたら、胃とかもう内臓がすごく弱ってしまいますよね。逆効果ですし、命の危険さえもありますから、レモングラスだって同じです。お薬と同じ考え方で適量を適量をですね、飲んでいただきたいと思います。回数も一緒ですよね。材料の分量もそうです。そしてこのですね、レモングラスのティーパックをやっぱ1袋入れていただいて、約1人分置いて蒸らしたら、その後はですね、そのティーパックは取り外していただいて、一度にそうですね、やっぱり501度飲んでしまうと吸収できるものもできなくなってしまいますので、
1回あたりコップグラス1杯150から200cc ぐらいの量を、例えばこの分量でしたら1日かけて3回ぐらいに分けてですね、飲んでいただくと良いと思います。で、冷めてしまったらせめて常温でも飲んでいただいて良いと思いますので、ぜひ一気にですねガブ飲みせずに、だいたい 2,3 回に分けて1日かけて美味しく召し上がっていただけたらなと思います。ではこのアレンジレシピのまとめです。材料は天然水、この場合はお湯でしたね、温めたものを 500ml と、このレモングラスのハーブティーを1袋、あとレモン果汁が大さじ1、そして蜂蜜が大さじ1/2以上をよく混ぜて煮出していただいて、煮出し終わったらティーパックは取り外しましょうでしたね。このティーパックをですね、いつまでもつけてしまうと腐ってしまったり傷んでしまう原因になりやすいので、煮出し終わったらティーパックは外してくださいね。そしてお薬と一緒でしたよ、飲みすぎには注意です、分量も守ってくださいねってお話をお伝えしてまいりました。ではこの動画のまとめに入ります。1つ目の項目、なぜこのアイドル水のアレンジレシピで痩せることができるのかでしたね。それはそのアレンジメニューの材料が全て腸内環境を整えてくれる、そして脂肪燃焼効果があったり、デトックス効果があったり、むくみ解消することができるからなんですよでしたね。2つ目です。では何をアレンジに使うのかということで、今回はレモングラスのハーブティーでしたね。このレモングラスのハーブティーが持つ素晴らしいデトックス効果、ダイエット効果で健康的に痩せることができるんでしたよでしたね。そして最後3つ目、どのようにでしたけれども、ベースのアイドル水のアレンジレシピの置き換えするのはこのお茶パックのところでしたね。そのお茶はこのレモングラスのハーブティーを置き換えていただくだけで、爽やかな香りがするアレンジメニューで、あなたは健康的で綺麗に痩せることができるんですよってお話をお伝えしてまいりました。さあいかがだったでしょうか。この動画でお伝えしたレシピを今すぐアレンジとしてお作りいただいて、日々のあなたの健康的で痩せるのダイエット法にお役立ていただければとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。